高家に大門口の伝えの主がおるだろう。これ呼べ。おしん、歌丸師匠が来たらおいらは先に鶴湾へ繰り込んだと、そう言ってんな。はい、かしこまりました。総理をご用でございます。さあ、呼ばれば来んぞ。どうした。バカに愚痴そうなこと言ってるじゃないか。どうしたんだよ、来た。え、なんだね、来た。お前は蔦屋十三郎だな。どういうご用。それに違いないな。いかなる了見にてかようなものを犯行いたしたのだ。あなた様、加納衛生院の門弟、これで英才だ。さあ返答せ。お主が返答できずば、歌丸をこれへ連れてまいれ。奴がこのうちはここを向かうぞ。はは、あれか。あれは怒る。なんだな、京伝さん。いや、この間宇田さんの出した家に参加してあるんだ。お前の描いた女は墨の荒書きでも生き生きとしているが、これの女は無駄に色が使ってあって、みんな片輪と言うんだ。だからおめえ、辛いを放ずるあの衆たちは片輪を書いてることにならな。片輪か。なるほど、うめえこと言ったな。笑い事じゃねえぜ。ちとやかましいことになるんじゃねえかの。歌さんは一体どこに住めているんだろうな。大方お期待のところだろうよ。今にも見えたら、私はどうしよう、どうしよう。おしん、おめえ歌さんに惚れていたのか。違いますよ。だって歌さんが殺されでもしたら、私は絵姿に変えてもらえなくなるじゃありませんか。歌さんにおめえの絵姿を。そうですと。なるほど、これはいい女相撲の錦絵ができら。一句さん。一句もなかろ。本当に冗談じゃねえで。誰かに知らないからだな、お前。和解しました、冷めしょ。そうしよう。